はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は、いよいよ最終決戦となるアメリカの東海岸攻めを行っていきたいと思います。帝徳の決断法バープキット BS 版です。では早速艦隊を動かしましょう。すでに艦隊再編と動かし済みです。まずは第3艦隊、これ空母4隻の艦隊ですね。で続いて第11艦隊、これも空母4隻の艦隊。そして第12艦隊、これも空母4隻です。まあ3空母艦隊でアメリカの東海岸を潰すという作戦になります。まあ、ここは無難に昼間に入っていきましょう。まあ、昼間というか日の出というか、まあ、何度も PC 版のパワーアップキット、帝徳の決断の方のねパワーアップキットはクリアをしてきましたが、 PS 版はなんだかんだ言っても、このチャンネル実況の中では多分初めてなんじゃないかなというふうに思います。まあ、よくここまで続けてこれたなというところですかね。まずは偵察機を飛ばしていきましょう。了解。イソロクさんも結局ね最終階級は元帥まで登りましたからね。さあまずは敵の艦隊、早速発見したね。さあそしたら艦隊の攻撃と基地の攻撃と並行していきましょう。了解。さあ敵艦隊の陣容を確認しておきます。敵艦隊は結構しっかりしてるね。空母もいそう。いずれにしても敵の艦隊と真正面からぶつかるのは危険なので洋上待機。敵の空母をしっかり潰したいよね。今敵の艦隊の真上までカメラを持ってきました。敵艦ザクザク沈めてるね。味方の方は第3艦隊から従順一隻損害が出てますね。さあ航空隊は基地攻撃と艦隊攻撃の方に分かれていきましょう。まあ、艦隊はこれしかいなそうなんで、敵の艦隊ね、今回は回を分けたもののあっさり終わりそうだな。敵艦隊は壊滅させましたね。あとは敵基地の攻撃で終わりですね。最後の基地攻撃に今向かってます。さあ最後の航空隊攻撃を出しましょう。航空隊発艦、航空隊着艦。そしたらこれだけだとちょっと皆さんもね拍子抜けされちゃうと思うんで、超二次型の戦艦を投入するパターンをちょっと試してみたいと思いますんで、ちょっとその様子もね、ご覧いただきたいと思います。一旦このまま、プレイの方は進行します。
が、メキシコ湾に今更味方枢軸軍が突入したと。いやでもこれさ、アメリカ軍第5第6第15艦隊をしっかり東海岸に置いとけばね、あるいは守りきれたんじゃないかという気すらしますけど、東海岸には1個艦隊しかいませんでしたからね。まあ、当然といえば当然なんでしょうけど、エンディングの画面もちょっと違いますね。世界の半分以上を敵に回した戦いであり、非常に厳しい戦いであった。両国のどちらか一部隊でも戦略の過ちを犯せば、全てが水泡に帰した。ナレーションが出てますけど、書いてある内容は同じじゃないかな。危険に満ちていた。しかし、日独同盟軍はいかなる困難が降りかかろうと諦めることはなかった。この不屈の精神をロイヤルネイビーを持つイギリスも、豊かな物量に恵まれたアメリカすらも圧することはできなかった。日独同盟軍が世界の海を制覇するという悲願を達成したとき、戦乱はようやく終わりを告げたのである。最優秀艦3位。すごいね、駆逐艦11隻か。まあ当然残ってるものっていうことになるんでしょうね。撃沈されたものは含まれないんじゃないかなと思いますけど。いやこれすごいね、敵の空母5隻撃沈してますね。お、そして1位は長戸型の戦艦か。あわ空母5隻総撃沈数17。いやー最後は空母じゃなくて戦艦だったんだな。何度かねプレイ中にお話したと思うんですけど、 PC 版に比べて PS 版の方は打撃艦隊というか打撃艦の方が強いかなってイメージはありますよね、空母よりも。ではちょっと一旦超二次型戦艦を完成するまでバーッと進めて戻ってきます。はい、ではね、超二次型戦艦を入れた艦隊、伊吹と伊賀、この2個の超二次型戦艦を入れた艦隊で、ちょっと東海岸を攻めてみようというふうに思います。まあもうねここからは企画に近いような形なので、完全に一個艦隊だけで入っていきます。まあ、ここは日没で行こう、まあ、敵のね艦隊に発見、あるいは敵の航空機に発見される可能性を少しでも減らすために。まあ、ただこの超二次型の戦艦沈むことは絶対ないと思うんで、もう期待していきましょう。了解。偵察機とかも飛ばせないんで、まずは敵の方向に接近していきましょう。もう不沈艦も不沈艦。敵艦隊発見。
過去で最も強力な艦隊だと思うんで、早速敵の艦隊と遭遇してますね。ここで敵艦を撃滅して回る。まずは敵の艦隊と遭遇してます。ザコザコ沈めていきましょう。まあなんといってもこの戦艦ね、27ノット出るっていう高速戦艦でもありますからね、本当に心強い。ここはもうライトも点灯していこう。艦隊の撲滅も早い。あとは敵基地攻撃ですね。まあその火力っていう意味で言うと、やっぱり爆撃機が大量に殺到するのに比べると、まあ敵基地攻撃のまあ削り方は多少ぬるいかなっていうのはありますが、これでも1個艦隊ですからね。中身で言うと戦艦が2で、あとは従順が 8？ 違う違う、従順が10ですね。で、軽順が6という艦隊構成になってます。あと敵の艦隊がどんだけ残ってるかですかね。いやーもう超二次型戦艦強いよ本当に。了解。ちょっと離れすぎちゃったかな。さあ夜明けだ。敵の艦隊あるいは基地から発見されるリスクが出てきますね。もう早速発見されたけど。わーお！そういうこと？もう敵の基地は最後の1個だったんですね。敵の艦隊の撲滅も早かったけど、まあちょっとあっさりした戦いになってしまいましたが、やっぱり超二次型の戦艦強いですね。はい、というわけで、じゃあ本当にね、これで、提督の決断。PS2 版一旦プレイの方は終了していきたいというふうに思います。提督の決断はね、僕大好きなゲームなんで、今後もプレイしていくと思いますんで、その時また覗きに来てくれたら嬉しいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。